これで OK。 はい、すいませんでした。これでね、両方入ってますね。はい、じゃあ行きます。おはようございます。ハレリア、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 アメン。何かこう戦いに行くときに、えいえいやとか言うじゃないですか。なんていうんですかね、こう掛け声っていうかね、やっぱりそういう最初 のスタートって大事ですね。ですからカリスマ派ではですね、ハレリアっていうことが多いんです、ね、それはやっぱりそのある意味では、霊的戦いです。霊的戦いです。この世界は悪魔が支配していて、悪魔が私たちの敵ですね。悪魔が私たちの敵ですけれども、皆さん、私たちは、この礼拝を通して戦ってるんです。信仰はある意味では霊的戦いです。将棋、皆さん将棋しますか？しません。将棋はですね、相手の駒を取ると自分の味方になるじゃないですか。イエス様は私たちをね、捕まえて取って自分の味方にします。アメン。私たちは以前は悪魔の虜でしたけど、または悪魔の、まあ、家来でしたけど、私たちはイエス様に捕らえられて、ね、捕らえられてイエス様の陣営に入って、イエス様の家来になります。アメン。それがとても大事なポイントです。とても大事なポイント、つまり私たちの立場はどっちなのかということです。多くの人はその土地は悪魔の家来でもないし、神の家来でもないし、私はただ生きてるだけだよという人は多いと思うんですが、意識としてはそうかもしれません。意識としては、自分の立場はないかもしれませんが、でも現実的には、霊的には、悪魔の立場に、陣営に入っているということを知らないんです。多くの人は悪魔の陣営にいるということが知らないんです。悪魔のコントロール、私たちはいろんなコントロールの下にいるでしょ。いろんなコントロール、まあ、日本人は日本政府の日本、まあ、法治国家ですけど、日本の法律の下にいますよね。日本の法律に従ってますよね。それは当然ですね。日本にいる以上は日本の法律に従います。でももう一つの問題点は、悪魔の支配の下にいるということが霊的なことなんですね。それを多くの人は知らないで、いや、その悪魔に従ってませんって言うかもしれませんが、聖書によると、罪を行う者は罪の奴隷ですって書いてますね。罪を行う者は罪の奴隷。でもその法律には違反しないかもしれないけど、神の法律に違反してるんですね。多くの人は神の法律に違反してるということに無頓着です。いや、私は、車運転してもスピード守るし、駐車違反しませんっていう人がいるかもしれませんが、しかし、神様の心の中に悪い心を持っちゃいけないという神様の教えに反してます。アメン。自分中心で生きること自体がもう違反だということですね。またはいろんな欲を持って生きることが違反だということです。また、自分を一番にして生きることも違反だし、偶像に従うことも違反だし、不貧困も違反です。公職も違反です。違反だらけじゃないとみんな言うかもしれませんが、その通りです。この世は違反だらけです。ですからそのことを聞いて、あ、私は違反だらけの心だ、罪深いと認識した人がクリスチャンです。アメン。あ、私の心は本当に汚れている、ね、もう私の心はとても良くない。そのことに気づいて、もちろん気づいてですね、自殺しちゃったり、気づいて自暴自棄になっちゃう人もいますけど、それはもったいないね。気づいたところまでは正解です。
大事なのは、気づいたからもう生きてもしょうがないって自殺するんじゃなくて、気づいた時にどうしたらいいんだろう、この、 あの罪深い自分は一体どうすればいいんだろうという時にイエス様と出会うことが大事です。つまり、自殺して死んでいく人はまだイエス様と出会わないから死んでいっちゃうんですね。イエス様からと出会わないからもう死ぬしかないと思って死んでいっちゃう。もったいないですね。また多くの自暴自棄にあのなっている人たちも同じです。もう自分はダメだ、自分はもう生きる資格はないとか生きる希望がないっていう人はもうお酒で、ね、自暴自棄になったり、悪いことをしても自暴自棄になったり、自傷行為で自暴自棄になったり、いろんな自暴自棄があります。多くの人は自暴自棄で生きてるんですね。もうあの希望がない、もうあのどうしていいか分かんないで生きてる。でもイエス様は一人一人に出会いたいんですね。そういうもうどん底にいる人、またニッチもサッチもいかない人たちにイエス様が会ってくれた時に、その人はいや救いがあるんだ、希望があるんだということに心で思った時に、あ、じゃあもう自分の力ではうまくいかないから、じゃあイエス様に従っていこうと、それが信仰です。皆さんはそことそのプロセスを取ったんですね、自分の罪に気づいたというプロセス、そして、それを悔い改めたというプロセス、そしてイエス様に出会ったというプロセス、そしてイエス様にその罪を許してもらって、もうイエス様に従っていこうというプロセス、このプロセスが必要なんです。そのプロセスのために私たちは助けてあげなきゃいけません。他の人をね、私たちはそのことを伝える責任があるんです。私たちがそれで救われたんですから、私たちが救われたんだったら今度はその救いを他の人に伝えるべきじゃないですか、ね、私たちは自分が自国に行かないで天国に行くということを聞いて、信じて希望があります。天国に行くという希望があります。でも自分だけ行くんだったら自己中ですよね。まあみんな地獄行っちゃえ、私は天国行くなんて、これおかしいよね。やはり私が天国に行くなら一人でも連れて行きたい、これが愛じゃないですか。アメン。で、世の中の人たちはそんなこと考えないでしょ。世の中の人たちは自分が天国に行くってことも考えないし、他の人も天国に行くってことも知らない、いや行くってことも考えないし、他の人たちを救おうとも考えないですね。もちろんこの世的に救おうとする人たちはいますよ。いろんな慈善団体とかいろんな NPO で人々を救おうとかいう人たちはいます。それはある意味でいいことでしょう。貧しい人たちを救うとか、病気の人たちを救うとか、それはいいことでしょう。でも本当の救いは何かということですね。本当の救いはその人がイエス様と出会って天国に行くその希望を与えることでしょう。それが一番の救いです。それに付随して何か助けるね、その伝道しながら何かを助ける、それが一番教会の働きだと思います。教会はそういう働きをしている教会たくさんあります。ホームレスの人のために働いている、それから教育のために働いている、またあの、外国を助けるためのキリスト教の団体もたくさんあります。赤十字という、ね、あの団体がありますね。赤十字は今世界中で活躍してますけど、まあ、あんまり伝道しなくなっちゃいましたね。そういうキリスト教の団体の問題点の一つは、最初は伝道のスピリットで始めたことなのに、だんだんその活動の方がメインになって伝道がおろそかになっちゃうという傾向があります。それはもったいないです。日本のいろんな学校はキリスト教主義が多いです。病院もキリスト教の病院が多いです。で、活動は続いてても伝道しなくなっちゃってるんですね。伝道のしない学校、伝道しない病院が増えてます。
もったいないです。もったいない。せっかく伝道が目的で作ったそういう団体なのに敬愛化しちゃってるんですね。ですからもう一度伝道を中心としたキリスト教の団体が必要です。アメン。ですからまず教会がその先頭に立たなければなりません。教会がもう一度信仰に満ち、聖霊に満ち、そして世の中にイエス様を提示する必要があるんです。皆さん、そういうわけで一緒に伝道しましょう。一緒に、イエス様を述べ伝えましょう。皆さんの礼拝が、ネットを通して皆さんいろんな人たちに伝わっているんです。皆さんは、自分自身のための礼拝でもあるし、そしてイエス様のための礼拝でもあるし、そしてまだ救われてない人のための礼拝でもあるんです。皆さんはこの日曜日に礼拝集まって礼拝することはものすごく大きないい影響があるんです。ものすごく世の中にいい影響があるんです。霊的に悪魔に立ち向かってるんです。攻撃が多いし、いろいろいろんなトラブルもあるかもしれないけど、悪魔に勝つことによって皆さん自身が成長します。皆さん自身が手に宝を蓄えます。皆さん自身がイエス様に認められるようになっていくんです。神の兵士、神の勇士になっていくんです。ですから皆さん一緒に心を合わせて礼拝し賛美しましょう。日本の勝利が近いです。日本の勝利が近いです。一緒に賛美しましょう。アメン、アメン。すべてに感謝しよう、我が主に賛美と喜び持て。超えたからかに褒め歌おう。感謝しよう、我が主に賛美と喜び持て。超えたからかに褒め歌おう。ハレルヤ、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 賛美主、ハレルヤ、賛美主、ハレルヤ、ハレルヤ、すべてに感謝。賛美と喜び持て。超えたからかに褒め歌おう。ハレルヤ。賛美主、ハレルヤ。賛美主、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、賛美主。
ハレルヤ、ハレルヤ。サンビッシュ、ハレルヤ、オーサンビッシュ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。サンビッシュ、ハレルヤ、オーサンビッシュ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。アメン、アメン。すみません、ちょっと場所がありました。おはようございます。おはようございます。ここに泉は湧く、涙を過ぎる時、やがて身を結び笑い声に満ちる。花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みよ恵みよ恵みよ。仰げ天は開き、僕らは見るだろう。やがて花は咲き、栄光の主語なれる。風も海も奏でよ奏でよイエスよ。空に響け歌え魂よ、恵みよ恵みよ恵みよ。恵みよ、花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みよ恵みよ恵みよ。ここに泉は湧く、涙を過ぎる時、やがて身を結び笑い声に満ちる。花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを。空に響け歌え魂よ、恵みよ恵みよ恵みよ、恵みよ。奏でよ、イエスを。空に響け歌え魂よ、恵みよ恵みよ恵みよ。恵みよ恵みよ恵みよ。恵みよ恵みよ恵みよ。
主は御のばらしで涙をぬぐいつまずきから引き上げてくださる命の地に導く主は御手を伸ばして涙を拭いつまずきから引き上げてくださる命の地に導くハレルヤ主を愛して愛を与える感謝捧げ苦しい時さえ賛美をする主がそばにいるから春に手を伸ばして涙を拭いつまずきから引き上げてくださる命の地に晴れに手を伸ばして涙を拭いつまずきから引き上げてくださる命の地に導くハレルヤ主を愛して歌は絶えず感謝捧げ苦しい時さえ賛美をする主がそばにいるからハレルヤ主を愛して歌は絶えず感謝捧げ苦しい時さえ賛美をする主がそばにいるから主は手を伸ばして涙を拭いつまずきから引き上げてくださる命の地に Hallelujah, 主を愛して歌は絶えず感謝捧げ苦しい時さえ賛美をする主がそばにいるから Hallelujah, 主を愛して歌は絶えず感謝捧げ苦しい時さえ賛美をする主がそばにいるから主がそばにいるから主がそばにいるからさん立って歌いましょう。主が来られる日までこの道を歩む険しい道十字架を背負いこの道の果てで愛する主に会える栄光の我が主我を迎える主
主が来られる日まで立ち上がり進みゆく主の栄光溢れる日立ち上がり賛美せよ愛する我が主救いの神よ愛する我が主栄光の王よ主が来られる険しい道十字架を背負いこの道の果てで愛する主に会える栄光の我が主我を迎える主が来られる日まで立ち上がり進みゆく主の栄光溢れる日立ち上がり賛美せよ愛する我が主立ち上がり賛美せよ愛する我が主救いの神よ愛する我が主栄光の王よ主が来られる日まで進みゆく主の栄光溢れる日立ち上がり賛美せよ愛する我が主救いの神よ愛する我が主栄光の
レリア、アメン、アメン、ハレリア、アメン。賛美してるときはですね、本当に天国気分です。 When we sing a song to the Lord, when we sing a song to the Lord, we feel we are feeling like we are in heaven. 多くの人は温泉が好きです。温泉が好きです。温泉、many people or many Japanese do like the bathing hot spring 温泉。多くの人はご馳走が好きです。Many people like delicious food. 多くの人はこの、景色の綺麗なところが好きです。Many people like the beautiful scenery. 多くの人はこうリラックスしたいんです。Many people want to relax. それは天国気分です。Like feeling like in the heaven. 多くの人は天国気分を求めています。Many people are looking for, seeking the feeling in, like in heaven. iPhone で音楽を聴きます。They listen the music through iPhone. それは音楽を通して天国気分になりたいからです。Because they want to feel the kingdom of heaven through the music. 無意識的に、unconsciously, みんなは天国に行きたいのです。Everybody want to go to heaven. 皆さんもそうでしょ。 Same as you. 多くの人は天国気分を味わいたいのです。 Many people want to feel like they stay in heaven of kingdom. 神様はこの世のことを通して天国を教えようとしているんです。 God want to teach us to how to feel the kingdom of heaven.神様は皆さんを天国に招待しているんです。God have been inviting us to go to heaven. この世の天国気分は天国を天国を連想するためのものなんです。The feeling like heaven in this secular world to remind us to feel the feeling in heaven, real heaven. 天国の予告編です。予告編。The feeling、もう一度お願いします。この世の、この世のことは天国の予告編。OK。The feeling in this secular world is a kind of advertisement in the heaven, go, before go to heaven. OK。でも多くの人はその予告編で満足しちゃってるんです。But many people are satisfied.Only the advertisement of the heaven. それが快楽です。That's a pleasure. 多くの人は快楽を求めます。Many people look for the pleasure only. それは本物ではないのです。That's not true. それは天国を連想するものでありますけど。That is only the reminder of the heaven.本当の天国気分ではありません。That's not the real feeling in the heaven. 天国に行くためには、the way to kingdom is イエス・キリストを信じて、to believe Jesus Christ, 罪が許されて、to be, forgiven of our sin. 初めて天国に行くことができます。That's the time we go to heaven. でも神様は、God is 神様は全ての人を天国に招きたいので、God is inviting everyone to the heaven. 天国気分になったり、feeling to the heaven. 地獄気分になったり、feeling of the hell. 天国気分になったり、heaven, feeling in the heaven. 地獄気分になったり、feeling in the hell. 神様は何か教えようとしてるんです。God wants us to.Teach us something. もし皆さんが今地獄気分なら、If you are feeling the, the hell, like hell, チャンスです。This is the chance. 皆さんは、地獄気分から救われたいでしょう。Do you want to be saved from the feeling of hell? Hell? どうすれば救われるのか。How can be saved? 私を見てください。Look at me. 喜んでるでしょ。I'm happy.
私は今は地獄気分じゃないです。I don't have the feeling of hell. 以前は地獄気分の時もありましたけど。Before, sometimes I had the feeling of hell. 今は天国気分です。Now I have the feeling of heaven. 天国気分です。Feeling of the heaven. ですから皆さんも天国気分になれるんです。That's why you can get the feeling of the heaven. 私がなれるなら、Even me, I can get. 皆さんもなれるんです。You can do. しかし快楽ではありません。But that's not pleasure. 偽物ではダメなんです。That's not fake. 天国からの、その祝福が必要なんです。It's necessary the blessing from the heaven. この世のものは汚れています。The something in secular world is dirty.Sinful. この世の快楽は汚れています。The pleasure in this world is sinful. でも天からのものは清いのです。Something from heaven is pure. 私たちは天国からの天国気分が必要なんです。We need the feeling from we need the feeling of heaven from heaven. ですから快楽を捨てて。Abandon.The feeling of the pleasure. この世の天国気分を捨てて。The feeling abandoned, kick out the feeling of this secular world. 本当の天国気分を味わいましょう。Let us rejoice the true pleasure from heaven. そのためには、For that, イエス様との関係が必要です。It's the very important relationship with Jesus.信仰とは、What is the faith is? 神との関係です。Faith is the relationship with God. 皆さん、知ってる友達だったら友達の家に招かれますよね。If that friend might invite you, 知らない家に行ってトントン入れてくださいって言って入れてくれないですよね。We are not allowed to beEntered to go inside the house. If unknown people, even we knock. 友達だったら中に入れてくれます。If it's friend, they can accept us to enter, allow us to enter his room. イエス様の友達だけが Only the friend of Jesus 天国に入れるんです。Can enter the kingdom of heaven. イエス様が友達ならば If the Jesus is our friend,天国に歓迎されます。We are welcome to the heaven. イエス様と何の関係もない人は、If you have no relationship with Jesus, 締め出されるのです。Kick out from the door. それは不当なことではありません。That's true. 本当のことです。That's true. ですから私たちは、この地上において、イエス様との関係を作ります。We make the relationship of the foundation with Jesus in this secular world. イエス様を信じるということは、to believe Jesus is イエス様との関係のスタートになるんです。That's the start point. We stand the start point to have the relationship with Jesus. 罪を悔い改めるというのは to repent our sin is イエス様との関係のスタートなんです。That's the start point to have relationship with Jesus. 私たちが加害者で誰かと敵対してたら If we were the oneAccuse, then we are against somebody. 謝らなければ許されないでしょう。We are not be forgiven without apologize. 神様と私たちどっちが加害者ですか ？Which is the accused, we or God? 私たちが悪いことをしたんでしょう。We are the one did.Something bad, something sinful. ですから私たちが悔い改めることが必要です。This is the important to be repent by ourselves. That's the first. でも神様は良い方ですから。But God is good. 私たちが悔い改めたならば、When we repent, 許してくれるのです。He forgive us. イエス様は私たちを許すために。自分が罰を受けました。Jesus was crucified to be punished by God on the cross.
私たちが作った借金をイエス様が払ってくれたようなものなんです。Something like this example, we have big debt. Jesus is the one to pay to God to forgive us. 借金は苦しいです。Debt is suffering. 多くの人が苦しいのは、Many people are suffering is 罪という借金があるからです。Because they have sin in the name of sin.でもイエス様はその借金を身代わりに負ってくれたんです。But Jesus paid、instead of us, instead of we pay back to God.、借金で苦しんでいた人が、the people with debt or suffering, イエス様を信じて、when they believe Jesus,借金がなくなったという証がたくさんありますよ。There is many testimony, debt became zero after they believe Jesus Christ. もし皆さんが借金で苦しんでるなら、If you are suffering now with debt, イエス様を信じるべきです。You should believe Jesus. そうすれば借金が減るでしょう。Then the debt will, your debt.Will be decreased. すぐになくなるわけではないかもしれない。Might be not immediately. でもなくなる方向に行くんです。The direction will be the decrease. イエス様を信じなければ、without believing Jesus, 罪が増し加わるので、the sin will be increased. 借金も増えるのです。The debt also increase. 世の中を見てください。Look at the secular world. 国も、the country.地方自治体も、ローカルガバメントオルソ、会社も、ザカンパニーオルソ、個人も、ザインディビデュアルオルソ、借金だらけじゃないですか。メニメニデプ、もう日本も借金だらけです。ザノットオンリーガバメント、バットオルソザピーポーインジャパン、メニデプ。日本政府も1000兆円の借金があります。Even Japanese government 1000兆円、how many million? how many million? How many billion?アメリカ政府もものすごい借金です。The government of USA also they have many 우탄. あ、우탄, sorry, 타가로크. 世界中が借金だらけです。All over the world are debt many. これはこの世が罪の世界だということを表しています。That symbolizes the secular world is very sinful. イエス・キリストを信じるならば、If when you believe Jesus Christ, 借金が減っていく方向に行きます。If when we believe, that's the start.To the debt will be decreased. 私も借金が減っていったのです。Even me before my debt was decreased. 借金は苦しいですが、the debt is suffering. 罪が苦しいということを表します。That symbolizes sin is suffering to us. 皆さんが苦しいのは、you are suffering. That means 皆さんの罪があるからなんです。Because We have sin. We are sin. We have sin. 十字架はその罪を、身代わりに、背負ってくれたんです。Jesus shouldered our sins on the cross. 借金を身代わりに負ってくれたんです。He paid the debt instead of us. それが救いです。That's the salvation. それが喜びです。That's the joyfulness. わあ。救われた。We are saved. 借金がなくなった。No more debt. もう借金に苦しむ必要はない。No need suffering about the debt. もう自由だ。We are free. もう返さなくていいんだ。No need to return. 皆さん、その喜びを体験してください。Let us experience like that through that experience. 私たちはその喜びで礼拝するのです。That's why we attend the church service to worship God.刑務所に入ってた人が、刑期が終わって出所しますよね。Some people in the jail, when they terminated their term, they come out from the jail. 多分ものすごい喜びがあるでしょう。Then maybe they are happy. 刑務所から出れた。Because out of the jail. まあそれと同じで。Something like that. クリスチャンになるということは。To become a Christian is 刑務所から出るということであり to out, to become out of the jail. 借金がなくなるということであり That means no more debt.
奴隷から解放されるということである。 To become the class of the slave. 自由になるということです。 To get the freedom. 自由になるということです。 To be free. 悪魔から自由になります。 To be free from the devil. 束縛から自由になります。束縛はバンデージ。バンデージ、 OK、We are free from the bandage. 悪魔から自由になります。Free from the devil. あるヤクザの人が、One of the testimony of Yakuza. その組事務所から出るのが難しいって言ってました。He said to go out to cut the relationship with the 組 the group of that Yakuza. まあ昔は指を切られましたけど。Before they cut the finger of the child finger. 今はお金が必要になったそうです。Nowadays we need they need the money. 私たちはサタンの組事務所から出たんです。 We went out from the office of the devil. 以前は私たちはヤクザでしたけど、 Before we were spiritual yakuza. 今はなんて言うんでしょうかね、なんとかって言いますよね。足を洗って、足をわし、now we 足を洗って、わからない、 wash the feet? No. We are out of the group of the yakuza, spiritual yakuza. もうヤクザではない。No more spiritual yakuza. もうヤクザではありません。No more spiritual yakuza. 私たちは自由人です。Now we are freedom. アメン。今日の御言葉はルカの17の11からですね。ルカ17、11。まず日本語で読みますね。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエス様はこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。ここには、まあ、昔の聖書なので、雷病人という言葉がありますけど、今の聖書はそれをちょっとレプラとかいうふうに変わってるのかな。ちょっと違います。ジャパニーズバージョン。じゃあ英語で読みますか。はい。はい。はい、ルーク、チャプター17、verse 11 to 19。The title is Ten Healed of Leprosy. Now,On his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. 12. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him, then stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us.When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him.And he was a Samaritan. Jesus asked, Where not all ten cleansed? Where are the other nine? Was no one found to return and give praise to God except this forgiveness? Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you.Well.
その昔はですね、まあ、雷病の方はその町から離れて特別な場所にいなきゃいけなかったんですね。Before, even in Japan, the patient, 世界中ね、not only Japan but also the all over the world, the patient of leprosy was isolated away from the town. 感染力は弱いですけども、その社会からこう離されていたんですね。Even the medical transfer power or influence from the patient to the neighbors is even weak. 今はいい薬があるからそんなひどくはならないんですけど。Now modern time, there is a good medicine for leprosy. 昔は大変なこのその症状がありました。Before there is leprosy was their thinking of appearance not good. この鼻がなくなったり耳がなくなったり。The nose disappear, ears disappear, something like that. ですから本当に苦しんでいるわけですね。苦しんでいたわけです。They were suffering before.でも彼らは12節によると彼らは遠く離れたところに立って、つまりイエス様のところに近づいていったんじゃなくて遠く離れていてイエス様に憐れんでくださいと言った。 According to the verse 12, 10 men who had leprosy met Jesus. They stood at a distance and they shout in a loud voice.そしたらイエス様が行きなさい、そして自分を祭司に見せなさいと言いました。Then Jesus said, Go, show yourselves to the priest. なぜ祭司に見せるかというと、What's the reason to show yourselves to the priest is? その祭司が見て、あなたは癒されたというふうに保証をもらうと、その社会に戻れるからな。When the patient showed the priest no more appearance and the priest to allow if the spiritual priest allowed them the patient can go back to the society. つまり最初のところに行きなさいということは治んなきゃ行く意味がないわけでしょ。 Jesus said go toThe priest, that means healed already. まだ治ってないですよ。Even at that time, not yet healed. でも祭司のところに行きなさいと言うんです。Jesus said, "Go to the priest." 治ってから行くんじゃなくて、まだ治ってないのに行きなさいと言うんです。Instead, even before healed leprosy, Jesus said, "Go to the priest." 治ったその証明をしてもらうために行くのに治ってないんですまだ。To go to the priest, that means to get the certification of healing, but at that time, not yet healed. でも、10人の雷病の人たちは、それに従って祭司のところに行ったんです。At that time, 10 patients of leprosy listened to the word of God to go. They obeyed, they followed, and they left. つまり彼らは、それに従うということはきっと行くまでに治るだろうと信じたからです。 Even before healed for the 10 patients they listen and Jesus and follow even they believe on the way to priest it would be they would be healed. 彼らは行く途中で癒された。 verse 14 16でした。ごめんなさい。16:16 He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was. That's not the one. 16. ごめんなさい。14でした。ごめんなさい。14. When
he saw them, he said, go yourself to the priest. And they went. They were cleansed. 皆さん、雷病の人がですね、完全に癒された。どれほどの喜びでしょう。 Can you guess how happy the leprosy patient healed their leprosy? How can you guess? 失われた人生を取り返すことができるんです。 They get back. They can get back their life. They were thinking the no more life in this secular world. 社会から隔絶していた生き方から社会の中に入ることができるんです。 They were isolated from the society, but they are allowed to go back to that society. それは彼らにとっては本当に救いですね。 That is the real physical salvation for them. もう彼らは本当に喜んだでしょう。 We can guess their happiness. How happy. でもそのうちの9人は But nine patients among ten. 多分祭司のところに行ったでしょう。They went to the priest. イエス様は行きなさいと言ったんだから。Jesus said, they said, Jesus commanded to them. 祭司のところに行ってもいいわけですけど。They allowed to go to the priest. しかしサマリア人、異邦人のサマリア人たった一人が戻ってきたんです。But only one Samaritan, the Gentile Samaritan.Came back to Jesus. 大声で神を褒めたたえながら戻ってきたんです。With say thank you, Jesus, praise Jesus. そしてイエス様のところに来て、When he came back to the Jesus, 足元に触れして、he threw himself at Jesus' feet and 感謝しました。And thanked.Him. イエス様にとって For Jesus, 9人の人と9 patient, そのたった一人の人と、イエス様はどっちを喜ぶんですか。 Which is Jesus is happy? 9 patient and 1 patient. もちろんその一人の人ですよね。 Of course, the one patient came back. Who came back? イエス様に本当に、感謝したいという気持ちが彼にはあったわけです。 He has feeling ofThank you, Lord. Christian も同じです。Christian also. Christian も救われました。Jesus also. No. Christian also were saved spiritually. 借金がなくなり。No more spiritual debt. 罪が許され。The sin was forgiven. 神の市民になり。Citizen became a citizen of heaven.地獄という隔離された場所から天国に入ることが許されるようになるんです。They got the privilege to enter the heaven, no more hell. 罪によって汚された体がきれいな体になるのです。We cleansed, we purified ourselves physically, spiritually, and from our sins. 悪霊のような醜い姿から神の子供の美しい姿になれたんです。 We became beautiful spiritually, no more devil, bad outlooking. ですから礼拝で Then, that's why we in the church service 集まって We gather together here. イエス様のところにひれ伏して We kneel down to in front of the feet of the Jesus. 礼拝してWe gather together here. 感謝しているのです。And we staying. Q. 私たちは救われたので。We are saved spiritually. イエス様のところに来て。We come to the feet of the Jesus. 感謝しているのです。We are thank you saying thank you to the God. 私たちが救われたので。Why we are saved spiritually. ものすごく喜んで。We are happy.そしてそれでイエス様に感謝するのです。That's why we say thank you to God, Jesus. 救われても感謝しないクリスチャンと、even some Christians are saved, who, どうぞ。救われてないクリスチャンと、ごめんなさい。救われても感謝しないクリスチャンと、even spiritually saved, not say thank you. ごめんなさい。救われて感謝するクリスチャンと、
there are two kinds. One is Christian feel thank you and does not say thank you to God. イエス様はどっちを喜ぶんでしょうか。Which Jesus, which choose, which is happy Jesus? 私たちはこの一人のライブのように。Let us to become a, this the one leprosy patient. 救いを喜び。Let us be joyful of the salvation. そしてイエス様に感謝するものになりましょう。Let us to be the one to be joyful to the God. もう私たちはその救いというのがどれほど素晴らしいかを分かってきました。We becoming to know how wonderful the salvation is. 世の中の人たちは救いも理解してないんです。The people or secular world, they do not understand what is salvation. もう一生ライビオは治らないんだ。Forever they will not be their leprosy. もう、生涯、隔絶されててもう諦めてる。In whole his life remain is isolated from the spiritual world. 地獄に行くなら仕方ない。They give up to go to the hell. 多くの人は希望がないんです。Many people are hopeless. でも私たちは、But we, イエス様と出会って、We met Jesus. 癒されて、We are healed. 救われて、Saved.希望を持つものになったんです。We have the hope to go to heaven. それだけではなく、Not only that, この人のように、like this patient of leprosy, 感謝にあふれて、We are thankful to the God. イエス様のところに来て、We came to the feet of the Jesus. 感謝します。We say thank you to him. 感謝の人生です。This is the life of thank you. クリスチャンの人生は、The life of Christian is 感謝の人生です。The life of thanksgiving 感謝の人生です。The life of thanksgiving 喜びの人生です。The happy life もう私たちはもう本当に永遠の命を受けたのです。We got the eternal life spiritually 多くの人の悩みは小さいのです。The many people, the trouble is very small イエス様に救われたならばWhen we save the Jesus spiritually, もう何も悩むことはないのです。No problem anymore. もう心配することはないのです。Don't worry anymore. 信仰をしっかり保てばいいのです。When we keep the faith, イエス様に感謝する人生です。The life to thanksgiving to the God. その方を証しする人生です。The life to testimony of Him. その人を、イエス様を述べ伝える人生です。To share the gospel.To the neighbors, 子供のように、like、children. もう、素直に、like、with pure mind. 信じて and believe, 喜んで joyful, 兄弟姉妹と愛し合うのです to love each other with brothers and sisters. 私たちは塵に過ぎなかったのです We are dirt before. 塵によって作られて We were created by the dirt, one of the dirt.人間 の体は炭素、酸素、水素出てきてます。our body is consist of 炭素、carbohydrate、酸素、オキシジェン、窒素、ナイトロジェン、what else? That's all. もうゼロ、et cetera. でも、But、私たちは今、人間として作られ、We are created as human beings.そして罪が許され、We are forgiven our sins. 恵みを受けているんです。We receive the blessing, grace. 永遠の命を受けたんです。And we have received the eternal, 神の子になったんです。And son of God. 素晴らしい世界に行くのです。How wonderful we go to the heaven. 信じますか? Do you believe? 信じますか? Amen. 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 ですから私たちが喜べば喜ぶほど The more we are become happy 輝くのです we become glorifying この一人のサマリア人は Like this patient who is the Samaritan もう喜び踊ってるでしょう He was dancing and joyful もう本当に感謝に満ちてるでしょう Full of thanksgiving私たちはそうなりましょう。We will be like him. もうちっちゃなことで悩まないでください。Don't be worried about tiny matter.
救われたことを信じて Believe we are forgiven already 喜びましょう Let us be joyful 喜びましょう Let us be joyful 喜びましょう Let us be joyful アメンアメンアメンは契約です。The Lord's Supper is the agreement, covenant with God. イエス・キリストを信じるならば、When we believe Jesus Christ, 永遠の命を受けるという契約です。That's the agreement to get the, to get the eternal life. 誰でもです。For everybody. 誰でもです。For anyone.もうもちろんフリーです。No charge。もう誰でも悔い改めてイエス・キリストを信じたら永遠の命がもらえるのです。Any everybody when they believe Jesus Christ, they get receive the eternal life free。私たちの借金がなくなり、No more debt。私たちの雷病が治るのです。Our sickness, leprosy will be disappear。身分が回復するのです。We become the, the person freedom. この世の身分ではないですが、In this secular world, 天国の身分が回復するのです。We get back the freedom of, the heaven. 天の父様、Our Father in heaven, 多くの人に光を当ててください。Please lighten the many people. 救われなければならないことと、To be saved,罪が許されなければならないことと、to be forgiven the sin, their sin, 希望や、hope, 永遠の命が必要であること、we need, they need the hope and eternal life. 知らせてください。Please let them to know. 私たちが証です。We are the testimony. 私たちが喜ぶときに、when we joyful, 証になります。That's the testimony for them. 多くの苦しんでいる人たち。Many people are suffering now. 悩んでる人たちを。Many problems. Many people have problem. 救ってください。Please save them. 癒してください。Please heal. 私たちの仕事です。That's our mission. 私たちを用いて。Please use us. もっともっと。The more, the more. 多くの人に。To share many people. あなたを伝えることができるように。The gospel to them. してください。Let us to do. 私たちを救ってくれたこと。You save us. 感謝します。Thank you very much. 心から感謝します。From our heart, we say thank you. 全身全霊をと思って感謝します。From all our heart, we say thank you. 全人生をかけて感謝します。In our life, thank you so much. すべてのことを感謝で。With our thank you, thanksgiving. 行きます。To live.イエス様の御名によってお祈りします。In Jesus name we pray. アメン。アメン。アメン。人生には感謝する人生と不満を言う人生があります。There are two kinds of lifestyle. One is thank you to say thank you. Another is always complain. 感謝するためには、to say thank you. 感謝する相手と、
When we appreciate, there is a person. 感謝する理由が必要です。There is a reason why we appreciate. 私たちは両方を持っているのです。We have two. 感謝する相手を知っています。We know the party whom we say thank you. 感謝する理由を持っています。We have the reason to say thank you. それが十字架です。This is the cross. それが十字架です。This is the, that's the reason of cross. 感謝する相手と the party who, whom we appreciate. 感謝する理由があるのです。There is the reason of we appreciate. Amen.ですから聖餐式も悔い改めと感謝を持ってしましょう。Then that's why let us to participate, join the Lord's Supper to say thank you, thank you, thanksgiving and repentance. イエス様、イエス様、感謝が足りないことを悔い改めます。We are very sorry, lack of thank you, thanksgiving to you.救われたにもかかわらず、Even we are saved. 喜ばず、sometimes we are not happy. 不満ばかり言っていることを許してください。Please forgive us. Sometimes we complain. このサマリア人のように、like this Samaritan patient. 喜び踊って、let us to dance and sing. 救われたことを喜ぶことができますよ。Please let us be happy like him. 感謝することができますよ。Let us beThanksgiving to you. それを多くの人に見せることができます。To show our neighbors and friends. あなたを証しすることが。Let us do testimony to the neighbors. 私たちの人生です。This is our mission in our lives. 感謝することが。To say thank you. 私たちの人生です。That's our life. 感謝します。Let, ありがとう、thank you. 十字架に感謝します。We appreciate so much that cross. あなたは愛に感謝します。We thank you for your love. イエス様の名によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.今から皆さんは感謝の人生になります。喜びを踊る感謝の人生が始まります。アメン。素晴らしい人生が始まります。 Your life will, Our life will be started with joyful and happiness. 感謝する相手が知りましたね。 Now we got to know the party whoTo whom we thankful. 感謝する理由を知りましたね。Now we got to know the reason why we thank you to him. では、それを実行すればいいのです。Let us to act, practice. 始めますか? Let us start. アメン。アメン。素晴らしい人生になります。素晴らしい人生になります。Our life will be beautiful, wonderful. どんなことがあっても、Even though the some hindrance, イエス様は見捨てません。Jesus will not abandon us. イエス・キリストを喜ぶ者を、the people who are thankful to Jesus, 見捨てません。Jesus does not abandon. 見放しません。They don't, ignore. アメン。アメン。アメン。ありがとうございました。また素晴らしい一週間を。シャローン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 。ありがとうございました。シャローン。